まあ本当に例えばなんですけど、音が出なかったとか外れた時に、特に外れた時ですね、その音が外れるって狙った音と違う音が鳴ってるってことなので、金管楽器で言うと必ずしも完全なる失敗じゃないんですね。何かの音は鳴ってるんですよ。だから狙ったのと違う音が鳴ってる、かっこ音が外れた時も、その外れっぷりのその音の質自体が、まあ、良かったりとか、外れる前までのところと実は遜色なかったりしたら、吹き方としては基本的に良いということなので、よくあるのが、音が外れたとか出なかった時にさっとこう吹くのやめちゃったりとか、焦ってこう何回もタンキングし直しちゃったりとか、吹き方をその外れた、ミスったっていう事実に対してこう、まあ、焦って、なんていうのか、起きちゃったことをこうなかったことにするかのような反応の仕方で、なんか吹き方をね変えてるっていう場面はよく見当たるので。例えば一つできることがあるとしたらそれですね。外した、ミスった時に慌てて吹き直す、やめるっていうのはちょっと停止するというゲームをやってみるとか。それで、ただそれやるだけでも、そのアプローチで3回4回同じフレーズとか同じ音階をただちょっと繰り返してみようと。その外れてもそのまま続行っていうね。そしたら、さっき出なかった音が当たってくるとか、高い音がもうちょっと鳴るとかっていうね、場面にもよく遭遇するので、ごく一例でトモさんの状況にどれぐらい関わりがあるかちょっと分かんないですけど、それも例えばやりようの一つです。